はるかちゃんだ。こんにちは。こんにちは、ワンダフルワールド。ハロー、はるかちゃん。みーたん。イエーイ。今日は、外です。あおいくん、おのみのジャマイカ。なんでジャマイカ？どっから？ジャマイカじゃないもん。なんか嫌だな、でも。おっくん、初見です。北海道だよ。おっくん、名前はなんか聞いたことあるよ。おっくん。ありがとうございます。初見？本当に初見ですか？CT くん、おまわりさん困らせちゃダメだって。え？いないよ？はるかちゃん、上手で久しぶりに見たの放送見てしまって、本当ですか？嬉しい。ありがとう。はるかちゃん。あおいくん、おのみなじゃない。おのみなじゃないかが、おのみなじゃまいか。あ、おのみなじゃ、なるほどね。なるほど。いや、なるほど。おのみなじゃないかっていう響きが、おのみなじゃないか、おのみなじゃまいかに似てるから言ったってことね。なるほど。わかりました。うまいね。コロコロ、じゃん。コロコロありがとう。今日待ってるね、ライブ。いやー、おの推しが来てくれるの本当に嬉しいです。おくん、なんかがルーム来たことあるだよね。だって聞いたことある名前。人が映っちゃうの字悪いよね、これね。ごめんなさいみたいな。めっちゃ近く通るやんみたいな。くまちゃん見た。こんにちは、くまちゃんです。くまちゃん、ありがとう。ありがとう。受けて新幹線の中なんで画像キレキレ。ほんと？電波悪いかな？いやー、気持ちがいい。今日は本当に本当に気持ちがいい。最高。 CT か、学生とおまわりさん間違えちゃダメ。あ、読んだ？見た？ツイート。見たの？なんか言ってくれてもいいのに。最新だよ、みんな反応ないと。まあ、私のツイートなんかに反応してくれる人もいるからつぶやいてるけど。あ、子供が来た。映っちゃうよ、映っちゃうよとか言って受ける。そうなの、聞いて。今ね、今普段いないとこにいるんだけど、なんか帽子をかぶって、なんかめっちゃ警官みたいなの、あの制服がめっちゃで警官だと思ったので、私は地図得意だから道迷わないんだけど、初めて来る場所だから変になんかどっか行ってもなと思ったから、タクシー乗り場どこですかって聞いたの、その人に。でめっちゃ鋸ってんのね。え、なんか警官のくせにめっちゃ鋸ってると思って、でその後に、まあ、ある、まあ、時間つぶしのお店入ったら、その服を着た着てなんかエナメルみたいなの持ってる人が何人かいてね、何人かいて、あれ？これもしかして学生じゃね？みたいな思って、え？これ制服じゃね？と思って、警官じゃなくて学生だったっていう。申し訳なかった、すごい。めっちゃ普通に、タクシー内部どこですかって言って、あそこじゃないですかねみたいな言われて、あ、ありがとうございますみたいな。なんかめっちゃ申し訳ないことしてしまった。でも嬉しいんかな、警官だと思われて。いや、困るか。あ、つのさんだ。こんにちは。こんにちは、つのさん。ちょっと映っちゃってるから隠そう。あれは面白すぎた、やばい。草つけすぎたツイートに。はるかちゃん、この間ほんと病だった嫌いでね、会えた。よかったよかった。ほんとあの日ね、ほんとはね、まあリハがあったから難しいけど、一部もなんかあれで悩んでて、刀剣で買うか悩んでて、そう。あくん、いや初見じゃねえわ。あくん初見じゃないよ。私鋭いツッコミをできるようになりたいなと思って。でも外だからあんま大きな声出せないから、なんか迫力出せたらびっくりしゃされちゃうかなと思って。え、くまちゃん今日行く？で、今日来るの？くまちゃん、え、あ、待って、今見て、この子見て、見た？ね、今の制服？
ねえ、ねえ、めっちゃ景観じゃない？ねえねえねえ、奇跡じゃないこれ。ね、見た？今。見た？ねえ、めっちゃ奇跡じゃない今。ねえ。え、今のめっちゃ景観だったっしょ？ねえ、聞いて？ねえ。え、めっちゃ、タイミング良すぎ。今の学生さん。これこれ公園とかじゃないの？うん、駅前。青くん、未来のアイドル？未来のアイドル？どうした？未来のアイドル。シテク、今見てたら、ショールームの通知来た。あ、ほんと？よかった。通知が来て、3時半からショールームするよって。なんか私はいつも家だから、なんかユリとかたまに外でやってるし、なんか気分変えた方がいいかなと思って。あ、トワッチ来てる。ハロー、トワッチ、みーたん、こんにちは、風が強いね。そうね。風が強いけど本当にもう気候が、うわっ、びっくりした。ハト怖っ、ハト怖っ、めっちゃびっくりした。いい天気だ。手持ちでね、手持ちにするか迷ったんだけどね、置くことにしたよ。はるかちゃん、もう最近はその現場でミート見つけない。何が分かりやすい？やっぱ髪長いとか。あけちゃん思いっきり学生やん。ほら見てよ。あ、葵くん警察に見える。はるかちゃんめっちゃ警戒やん。あれは間違いでしょ？でしょ？めっちゃ見えるっしょ？私めっちゃ見、なんかさ、今ね、歩道橋みたいな、なんていうの？そういうとこにいるんだけどさ、めっちゃ車が来るたびさ、揺れるのよ。床がめっちゃ地震かと思ってビビる。地震かと思っても4、5回目ぐらい。ほんと。止まってほしいと願う。これこれ防衛学校と思われますかね。防衛学校って何？シティック警官っぽいけど違うと思う。いや違うんだよ。とか違ったんだよ、結果。違ったんだよ。あ、シャークさんや。長袖暑くないかい？いい？これしか着てないから暑くないよ。上とか着てたら暑いけど、これしか着てないから。シャークさん英語にしたんだね。まなみの最近の写真良くない？すごい。フラッシュかけてるやつおしゃれでめっちゃいい。だけど今日紫外線強いから焼けないやん。長袖長ズボンだから体は焼けない。顔は、まあ一応 SPF みたいに入ってる。一応。あ、みやっちらお邪魔します。お邪魔ー、どうぞみやっち。嬉しいな、お昼でも意外とみんな見に来てくれる、嬉しい。トワッチちなみに来て、そう、そう、そう聞こうと思って、今トワッチ見てね、分かったんですけど、流れちゃった、そういえば。せばあれ、ショールームの後だったから、あ、トワッチから来たと思ったんだけど、流れちゃった、ちょっと、もう一回やるから、本当にもう一回やる。え、本当に私忘れん坊だから、ちょっと本当にもう一回、ちょっと頑張る、ちょっと本当にもう一回、ちょっと、過去に戻る。あ、マークの仲間ですね。いや。マークありがとう。前も初めてライブ来てくれて、宿題チキ書き終わったので、ぜひ、取りに来てください。私結構宿題、めっちゃ心を丹精込めて、いや、誰が丹精込めてないとかじゃなくて、結構、個人的になんか丹精込めてるなと思うので、あと宿題チキは、2枚以上取ってからなので、そこだけは注意してほしいなって思います。トノさん、アイス食べたい天気やね。実は食べちゃいました。食べちゃったバニラ。コーンのやつ。コマちゃん、プリ持ってくね、本当に。嬉しい。やば。え、もうね、ライブの旅、誰かがプリ持ってきてくれるから、プリン食べてない日ないよ、もうほぼ。ありがとうございます。よけち、そこ人通り超激しくない？そうでもないよ。そうでもないと思ったから、ここにしたんだけど。そうでもない。案外。もっと都会だったらもっと多いと思う。はるかちゃん、髪の長さと服装であれ見たんかなってなって、横顔で見たんだってなって、すごい。服装もわかる？なんとなく。私服装なんか普通じゃない？うん。シティ君、どっちかというと海軍の方に見てなんか、海軍？何？何の学校なの？私の警官にしか見えない。だって帽子が完全に。トナさん、キーンズでモンスターやってる人おる？いないと思う。荒野行動ならマナミとかやってるけど、私もやりたいんだけど、なんか勇気が出ない。荒野行動怖そうじゃん。あ、見てほら、警官。
インタビューしようかな。え、ほらすごい、めっちゃ景観に見えるんだけど、やばすぎる、やばい。うん、野淵さんだ、みんなこんばんは。アンジュルムのリレーベナー、え、なんか見たよ、ツイート、なんかハイタッチとかあるんだっけ今日は。これ、これ自衛隊のお偉いさんになるための学校。へえ、自衛隊か、大変そうだ、今そこに泊まってる。すげえ、早くちゃん、ワンナの頃とか自分から半熟言われなかったのに、自分では自ら見たんでね、嬉しいよ、ほんとに嬉しい。だからさ、はるかちゃんがリプしてくれたじゃん、見たんと今日会えるかなみたいな、パワーチャージっていうツイートして、なんかはるかちゃんがさしてくれたから会えるかなと思ったんだけど、そう、私は見つけられなかったね、その日は。シティ君、ゴールデンウィークという祝日中だしな。そうだよね、学校が。シティ君、またややこしいチェキ制度にしたな。うん、まあ私的にはやっぱりみずきんとかが結構混むから、私は自分に気を取ってくれてる人を見て、まあ、調整はするけど、でも宿題チェキはまあ本当に締め切りギリギリか2枚以上取ってくれた人かな。なんか1枚で宿題ってなると、なんか宿題の価値がなくなっちゃうので、そういうのと、あとね、新しいルールなんだったかな、止まってほしいと願う。ワーサさんのタピオカミルクティーがもうめっちゃいい感じ。甘いタピオカミルクティーを飲み、合ってるかしら、わかんない。おいしいおかわり、一緒だとおいしいね、カップの中に、なんだっけ、1分半になったね、あと2分から。まあ、時間は自分で見て調整します、私はね。でも絶対に一人でも並んでるときは絶対に時間通りにするね。人にも並んでないときとか、最後の人とかのときは分かんないけど、最後っていうのは一人も並んでないとき。あと何がかかったの、あ、1回が3枚までとか、なんだ。エビケンよ、おたがちエロ来たくな、おかえり。今日はキュンもライブも、キュンもライブあるよ。コロコロ、キュン必殺プリ回しね。キュンプリンを食べない人いないからね。うん。シャクさん、警官ではないね。めっちゃ見えるじゃん。シティ君、海上自衛隊、やっぱ自衛隊系なんだ。フェー。ゆきじプリンではないけど、カレーパン持っていく。お、ほんと？今日は忘れないですか？楽しみだな。楽しみ意味だ。意味だ。ほんと。あれ楽、すごい。なんだっけ。レギンスパンツめっちゃ楽だよ。パンツ、レギンスパンツ。くまちゃん、みたいに宿題頼んであったよな。そう、もう書いたよ。かまも書いてあるよ。全然前回のライブから書いてある。私、頼まれた宿題、来るか来ないかっていうよりも、次のライブまでに全部書いておくタイプなので。そう、急に来れるようになったって言っても宿題を渡せるよ。うん。コロコロお知らせと注意。餌を与えないでください。嘘。あー、物販？嘘。餌は嬉しいです。どっち、俺はいつになったらライブに行けるんやろ。いつでも待ってるね。全然ライブ待ってるんで、皆さんね、とばっちもお仕事お休みの時とか、ゆっくりできる時とか、ぜひ待ってます。来てください。みんなに来てほしすぎて、私ほんと告知マシーンになってるもんね。自分でも分かってるんだけどね。でもしないとどれだけお客さん来ないかっていうの分かってるから、嫌で、本当に来てほしくて、みんなに。寂しいんだよね、やっぱり。なんか、お客さんが少ない日とか、自分の推しが0人の時とかね。シャクさん、9位で1分半は短すぎ。ミズキンルールなのかな。だからそう、ミズキンのためなんだけど、そうそう、水金ルールみたいにしちゃったらさ、それはグループとしてどうかと思うじゃんっていう
話なんだよね、多分。なんかさ、多分お子ちゃまがすごい気になっちゃうんだろうね。さっきも子供がね、私の近づいてきたけど、いや、挟もあー、かわいい。はるかちゃん、噂の現場でミッタンが私のこと見つけられなくても、ミッタン探そくせつけてるんで、見つけてました。ほんと嬉しい。いつでも話しかけ、でもそう、友達とかといることが多いから、そう、なかなか全然一人、もうね、もう一人参戦はないかもしれない。ほぼの友達がどっぷりワースタさんにハマってくれたから、ミリちゃん推しの子が、もう一人で行くことはないかな。エビケンカウントありがとう。くまちゃん了解です、ありがとう。うん、そう、宿題書いてるんで、ちょっとあれだね、足がしびれてきた。カップの中にくどうか時間が止まってほしいと願う。だ、今日はね、あれなんだ、レギンスパンツ。これさ、全身映せるくない？すごくない？目の前の人に一番何やってんだこの子って思われてる。カップ、私さ、シャイじゃないからできるんだよね、こういうこと。早くて大体メンバーよね。ハマってくれた子はこの間の子。そうだよ、この間の子。あ、プリマエカクワクワラン、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。プリマさん、プリマさん、プリマビスタや。タラリラリラリラってやつ。大体メンバー、あのね、まなみちゃんはね、ワースターさんモチベなくなっちゃって、最近韓国にハマってるから、もう行ってくれないかもしれない。というか、やっぱりモチベ高いこと言った方がこっちも楽しいから、そうだね。もう、そのミリちゃん推しの子しか誘ってないかも。私があのファンクラブとか SPC 入ってたから、私がチケット取ってるから、そうなの。なかなかもう行かないかもしれないね、マナちゃんと。あ、警官、警官来た、警官。おもろい。コロコロ踊ってみたやん、踊ってみた。でも踊ってみた、踊れる踊りがない。足しびれるんだけど、本当になぜかというと、あー、あの足がしびれる。はるかちゃん、それは思いますね。楽しい、でも一人でやってんの。ゆかりその勇気すごいわ、ワイセタイムね。私本当に恥がない人だから、高校にも恥がないよねって言われてきた。とわち、俺の地元のアイドル1分のとか歩けん。1分半やったら全然もで、あのね、多分違うの、9位のレベルで1分半だから、ファンの人は怒ってるんだと思う。怒ってるっていうか、みずきんだけならまだわかるけど、他のメンバーもってなる。でもそう書いてても、実際こう始まって、他のメンバー、みずきん以外のメンバー絶対調整すると思うよ、自分で。絶対1分半なんて短くないと思います。めっちゃ自分並んでるなと思う時以外は。あ、スーさんだ、見たよ、見たんだよ、スーさん、ありがとう。はるかちゃん、じゃあ次からはあの子と一緒のことが多いかな、お邪魔しないって感じ。そう、あの子とね、一緒のことが多いね。そう、お邪魔しない程度ね。全然、なんかむしろそう、なんかどっちも気まずいやん、多分。だからね、申し訳ないけど、本当に話しよう、一緒に。前回は普通にドリンク飲むの忘れちゃって戻ったけど、痛い。くまちゃん捕まらないでね、警官に。警官じゃなかったから、結果。雪でそれだけ人が増えたってことでしょ。いいことや、そう。そうなんだけど、それは、そうなんだよ。で、ただあの、現場に来たことがなくて、ただあの画像を見た人的にもそう思うと思うんだけど、
まあね、まあ、ミズキンがなかなか全員回ることができないと、お客さんが。だから私は他のメンバーも同じ現状になってほしい、なりたくて、てか自分もなりたくて。だからミズキだけやんそんなんって言われるのが一番悔しいんだよね、本当に。そうやって短くとかサインだけとか言われた時に、そんなんミズキだけやんみたいな、とかなんか他の子は暇になるでしょとか言われるのが、ちょっとそれはちょっとデリカシーがないかなっていうか、まあ自分のせいだけど、そういう言い方はちょっとやっぱアイドルやってて、まあ言うけどね、ファンだったら、まあこの子はなんかこの子は特典券借りないなとか思うかもしれないけど、ちょっとね悲しいなっていうのはありますね、やっぱり。エビ系もともとクロジーバリ、だからそれはさ、もうレベル高いアイドルさんやん。そう、レベル高い。だからプチパさんとかそうだし、そうでしょ、多分。私もワースタさん行ったら、まあ、10秒ぐらいだね。フェアリーズさんの握手機会も1人7秒だし、AKB さんも10秒ぐらいだし、きっちりタイマーだしね。ワースタさんはタイマーない。タイマーあるわ。タイマー。あの、握手だけある。写真はなんか、ないかった気がする。だけど私本当にルカちゃんと会いたいだけなので、話すことってかなくて、わざわざ話題を作ってまで行くことなくて、ただ会って、あ、今日来てくれたんだっていうのを理解されたいから写メに行くわけで、早くはけようとしたの、前回の写メ会で。でもそしたらルカちゃんがちょっと話してくれて、こうちょっと引き止めてくれたんですよ、こうやって。それで話してくれて、ちょっとすごい嬉しかったそう、スーさん新宿におるで、お、新宿、都会だ。じゃ、スーさん今、都内にいるんだね。おたかつかな？どっちも話したらあっという間って思うやろうけどね。うん。あっという間だよね。絶対に。うん。話したら。私さ、話すのもさ、私、目見て話したい人だからさ、なかなか落書きが進まなくて。だってさ、ずっとさ、書きながらさ、話してるとどう思う？でもそうじゃないと落書きも、なんか、いっぱい埋まらないし、でも話さなきゃだし、でも目見たいしってなると、みんなは、目見ていっぱい話してくれると、でも目見ていっぱい話してくれて、でも落書きがあんま埋まってないかも、とか、それか目見れてなくても落書き、目見れてなくてもちゃんと話してくれて、でも落書きはちゃんと埋まってるみたいな、どっちがいいんだろう。私はね、なんかね、難しいんだ。前のゲームは10秒もなかったから、だからそうなんだよ。でもだからみんな的には9位のレベルなのにって思うでしょ。うん、はるかちゃん、もはやあの子とも仲良くなるレベルでいこうかな。え、いいじゃん、いいじゃん。あの子はね、ゆうかって言うんだよミリちゃん推し、超絶ミリちゃん推し。まくん、個人的にはお飲みながらダントツに好きよ。ね、ありがとう、嬉しいの。なんかちょっと変な、変な、ちょっと変な方が来て、ちょっとどうしたんだろうと思って嬉しい。なんか本当になんかやっぱこんな、なんかそう嬉しいです。本当に押してくれるの本当に嬉しくて、ありがとうございました。はるかちゃん、でも本人の話すレベルとか話してる内容とかなんか少し、そうだね、話す内容とかは確かに盛り上がったらちょっとあれだし、なんかありがとうだけど終わりだったら短くなるし、ルカちゃんと話してても今回長かったな、短かったなってあるもん。そうだよね。うん、確かに。でもルカちゃんってさ、機嫌の良し悪し悪くない？え、わかんない。はるかちゃんはどう思う？私はたまに思うやけど、まあ、それはどんなアイドルもしかしたらあるかもしれないけど、なんかルカちゃんあるなと思ってまあそういうとこも含めてルカちゃんだから、なんか、あ、今日はルカちゃんめっちゃ機嫌いいとか、あ、今日はちょっと疲れてるのかなって分かりやすいとこもなんかいいなってすごく思うんだけど、そう、これ5000円の商品物販にチキプラスサインは安いと思われ、そこはキープしたしね。はい、すごい音。そうだね、安いよ。だからそこのレベルも上がったら本当にまた9位はレベルが上がったんだなってなるから、将来的にはもちろんそこは上がってほしいですよ、もちろん。はるかちゃん、夏以降ワーストの現場行く頻度減るので、ミーターに会いに行こう。
ぜひ会えるとき、ぜひぜひ、そんな。なんかね、おたるさんめっちゃ会うんだよ。ワースト3現場に来てる芸人のおたるさん。で、おたるさんもね、会うたび会うたび、いつもね、キュインズ行くから、キュインズ行くからって絶対ね、一言目、二言目がそうで、本当に、あ、毎回ありがとうございますって嬉しいんだけどね。いつ来てくれるかなって。だから、大きな単独できたらきっと来てくれると思うから、ちょっと、頑張ろうと思います。かまちゃん、誘拐されないでね。誘拐？ねえ、怖。いや、でもこんなことしてたからたまにされないかも。はるかちゃん、なんかテンションの上げ下げはあるよね。今日はどの話題振っても低めで帰ってくるなって暇あるし、逆にどんな話題でもテンション高めね。うんうんうん。それ。そう、なんか私、もともとアリサちゃん推してても、トマシントの。アリサちゃんの時は、なんか、だいたいいつも同じ感じで接してくれてたんだけど、ルカちゃんになって、あ、ルカちゃんは結構わかりやすいなと思って、前回の時は本当にルカちゃんすごく機嫌が良くて、すごい。これ本人に伝わっちゃったらちょっとどう思うのかわかんないから、絶対誰にも調べる。違う、私はそういうとこも含めてルカちゃんが好きなんだけど、ね。なんかナッチンはいつもテンション高いなって感じがする。全ハイタッチとかでも。絶対にゃーから始まってくれるから、本当に。で、ミリちゃんはキュインズキュインズって言ってくれるし、なんか、そう。ハーチンは絶対、あーってなってくれるし、そう。リリーは、リリーも可愛い。リリーもあーってなってくれるし。まあ、他のメンバーの個人写メとかアクス行ったことないから、ルカちゃんのことしかわかんないんだけど、やっぱり本人たちからしたら、あんまり自分たちと同レベルじゃないアイドルさんがこう現場に来て、こう、どういう気持ちなんだろうっていう部分があるからさ、わかんないんだけどね、私も。トワチ行けたらメンバー全員に行きたいと思う人、優しい。じゃあそういう時は小野に、もうぜひ来てください。トワチ。私はオチしか行かないもんだからな、あんまり。ラクチ、私もいつ来てくれるかな、な人です、自分でも。そう、ぜひ全然来れる時に来てくれたら嬉しい。ユケジワースターの部分行ったことないよ。まあ、そうよね、わかんないよね、行ったことないとどういう感じなのか。はるかちゃん、ミリもいつもテンション高い。そうね、まあ、本当にルカちゃん以外はもう全悪さえ お見送りのハイタッチとかしかないけど、全ハイタッチとか、コロコロ、はるかさん、ぜひ、ミータン推しでライブにさせ、ぜひ、そう、はるかちゃんは同じワーシップなのでね。でも、ミシナさん、ミシナさん、もうね、そう、私はもうミシナさん大好きやから、私も。あ、イエくんだ、おのみのヤッホー。ヤッホー、イエくん、今日もモレボさんと一緒だよ。モレボさんと一緒。なんかツイッターでさ、マイニャさんがさ、私がさ、直接話した時にさ、憧れが好きですって言ったらさ、憧れ一緒にコラボしましょうって言ってくれてさ、めっちゃ嬉しかったんだよね。もうね、マイニャさんの前でこうやって、なんかなくね、なかなくて、てて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 ってやってた。もうね、めっちゃしたいです、みたいな。してくれますかみたいな気持ちだった、めっちゃ憧れ。コラボしてくれますかみたいな。トチめったに行けんからみんなと話したいと思うよね。でもなんか嬉しい。全然本当に水金推しで私に来てくれる人もいるし、なんかそう、水金推しであこうしいっていうね、そう嬉しいです本当に。ひょ、私もでも本当に現場とかはね、一組のアイドルさんしか集中できないかも。ワースト3しか行ってないしね。あ、嘘、ももクロ言ってる。コロコロ、1の5か6の時にチケット申し込んだけど、仕事で潰れたこっそり歌声の好きな、本当に、コロコロからそんなこと聞けるとは嬉しい。ワーストダウンライブ行ってくださいよ、ぜひ。めっちゃいいから。でも私も2推しは広川さんなんですよ。広川さんはもう広川さん呼びなんですけど、なっちゅんとも呼ぶけど、なんか、いや、広川さん尊いみたいな。ねえ、広川さん本当に可愛い。可愛い。最近のビジュアルめっちゃ好き。いいよね。広川さんも安定の歌声で本当に好き。ゆけじ、あれ、釣りとツーマンの時に行ったっけな、もう忘れた。あ、特典会？どうそんで、ね、アストロホールでしょ？どうやって、それで状況で複数回行くって感じ。その状況で。なーい。
あの人、さあ電話です。猫かあのウサギがいるのか、いやいたら面白そうですね。いやだからカバンそっち側から見えなかったんで。あそうなんですよ、電話してます。あのテレビ電話ね。はい、友達と。あそっか、そうなんですよ。猫かなんかと話して猫向こうから見たら それが見えなかったんで。あ本当ですか。ああ見えないですよね、ちょここだったら。猫にゃんにゃんにゃん、ね、犬うさぎなんているんですかこんなところ。うん、うさぎそこでも売ってるし。え、あうさぎ買って、うさぎかハムスター 2,3 年で死んじまうから。あ、ハムスター8年8年なんだ、うん、犬猫は、犬猫青春まさかり。12年ぐらいから18年ぐらい。へえ、犬猫も意外と短いですね。あ、こっちゃんこんにちは。こんにちは、こっちゃん。どこで話してんの、東京横須賀。東京です。はい、東京の友達です。電話だから国内どこでも。そうなんですよ。昔そんなのなかったけど、テレビ電話よ、ね、昔テレビでもなかったんですか。そうないよ、だから音声だけじゃん。パソコンができだしたから。あ、ね、今スマホですよ、それ。そうです、スマホです。 iPhone です。写真も撮れる。写真も撮れます、動画も撮れますね。撮れるし、本当。テレビ電話ちょっと、テレビ電話が値段高いんだよね。ちょっと高いですね。あの使用料何秒いくらみたいな。電話もただなんでね、本当に。なんかなんかキンキンキュイーンズのライブの予定あったら教えて、に行って会えば行きたいなと。あ、キンキンのライブ、あ、まず今日は池袋リード K3 さんで8時からで、明日は上野音横丁さんで、あのまあ夜です、夜あります。そしてあとゴールデンウィークはそれで終わりかな。あと次が4、5であって、ちょっと分かるの言っちゃうね。28日はディオさんでライブがあります、渋谷のディオ。28日、5月28日で、19日あります。19日、よし見よう。今もっと決まってるよ、みんな。イビくんすげー行きたかったんだけど、ちょうど生誕とかぶって死にたい。え、誰の生誕。ロケチン話しかけそう、ウケる。マー君さすがにウケる、マー君ウケる。無線ジュアル余計で、シャクさん去年のティフでルカちゃんから、何ずるい、シャークさんずるいよ。あれでしょ、ガンダム前のとこでしょ。コロコロ邪魔しないで、面白いね。クマちゃんも、あ、ヤスさんこんにちは、こんにちは、ヤスさん。シャクさんよし、今から守りに行く、来て。はやこちゃん、あ、眼福の動画ね、見たよ見たよ。ねえ、私さ、あのあれ、あのレスをしてる瞬間のルカちゃん、私も撮ったよ。だからね、あ、私はるかちゃんがレスされてる瞬間の動画撮れてると思って、めっちゃ見せたい。シャクさんもうやめても、あ、ライブのこと、これこれ4、あ、はるかちゃん5月4、5、12、13、19、28今んとこ決まってるよ。でもやっぱおすすめ持ち時間長いライブかの、初めて見に来てくれるなら。イエくんぜひゼアゼアゼアーズの平沢めいちゃんの生誕、これから高円寺で。そうなんだ、いってらっしゃい、楽しんで。ロケジシャクさんずるいね、ずるずる。私もルカちゃんからアイスもらいたい、ワセさんのアイス、それ去年あったよね。今日は何分前だっけな、電車の時間があるから20分ぐらいまでかな、やろうかなって。え、ウケるね、こんなことあるんだね、面白すぎる。届かなくて足がしびれるよ、この座り方は本当に足が。途中ごめんね、はい、高いのは何それ。赤いのはポケット Wi-Fi です。それで、はい、あのパソコンとか、そうです、使えますね、使えるね、はい、10代までかな、10代か20代までね、何台か、そうですね、使えるんですけど。パソコン持ってんの、そしたら
パソコン壊れました。何それ、おじさんと同じだ。本当ですか？壊れちゃってもう使ってないです。ああ、Windows。私も Windows 7でした、もともと。7はまだ配信になってない。ミスターから。あ、そうなんですか？ピンクの可愛いやつだったんですけど。うん。と、言いながら、ティフでは釣りからアイス買ったわ。買ったんだ！なんでシャークさん、ルカちゃんからもらったの？行ったらたまたまいたから買ったみたいな感じ？ビスタの前のやつがもうダメになってた。なんですかそれ、ビスタみたいな。ビスタの前。暇だ、誰か遊んで、スーさん、スーさんがここでなんかお誘いしてる。今セブンとエイト、エイトワン、エイトフォー、エイト。パソコン欲しい。嘘です。パソコン欲しいね。いや、パソコンよりも新しい iPhone が欲しいです。 iPhone がいい、新しいやつが欲しいです。 iPhone8 か。いや、 iPhone X ありますよ。 iPhone X あります。いくらぐらいする？13万ぐらいします。リカちゃん電話にしとこ。リカちゃん、なんだそれ。糸電話か。嘘電話。いや、糸電話。あ、糸電話か。ピント払えないと。バイバイ、くもちゃん。リカちゃん電話、幼稚園保育園にしか使えない。そうですね、持ってないです。あとテレパシーかな。テレパシー感じているのなら。いいですね、テレパシー。ねえ、電気代もいらないな。うん、送信機が狂ってなくても、受信機が狂ってりゃダメだ。ダメだ、うん、ダメだ。あの、お腹いっぱい、体力回復。うん、そうですね。そういうこと。受信機が狂ってりゃもうダメよ。ダメや、狂っちゃダメや。受け手がいい方に。シャークさん、全知識。クマちゃん。いいや、ね、うん。え、 iPhone10なの？いいな。友達 iPhone X みたいですよ。 iPhone X 欲しいな。欲しい。私今 iPhone X が一番欲しくて、Windows、頑張って貯めてる。 Windows はいいや。10とね、小さい方のノートパソコン。あー、パソコン、持ち歩けるじゃん。あのでかい 15.6 か、 15.5 インチ、インチの 15.6 か、テレビ。本当あの日ももう少し話したらエアドロップしたけど、やばー、したいしたい動画。シャクさん、マジさんがアイス考えて売る企画。え、そうだから、それは知ってんで、アイス売ってるのは知ってんの。アイス、あのアイドルさんが考えたアイスがティフのやつにあるっていうのは知ってるんだけど、何時とかにお渡しみたいな決まってたっけ、なんだっけ。でも私なんか、そう、そのアイス、コラボアイスは食べてないんだ。会えるものにお金を使うタイプなので。でも渡してもらえるならいいけどね。電池まだあんの？ありますよ。1日1回充電してんの？何回も充電してます。何回も、どこでやるの？家です。あ、家で。あとはバッテリーもありますよ。はい、バッテリー気をつけな。何を気をつけかしてる。火燃えるときあんから。あの外部のやつは危ない。ちょっと気をつけますね。リチウムイオンがね、はい、爆発したり。おー、リチウムイオンだって。うん、それから火がバーって出たりする。へえ。オーガニック関係とか、うん、外部の安いやつはやめな。ああ、でも私安いやつだ。危ね危ね。めっちゃ大容量で安いんですよ。おじさんも行くね。はーい、さよなら。おじさん行ったよ、みんな。そう、私のモバイルバッテリーめっちゃ1日に 4,5 回ぐらいフルにできて2000円だったの。安くない？それもう1年以上使ってる。はるかちゃん、あの眼福な動画を高画質ね、エアドロだと高画質にできるよね、ほんと。これこれ、赤ケースにキーステッカー仕様の10。え？ iPhone X なの？いいなぁ。僕ちゃん、あの時話してて去ってきました、おじさん。はるかちゃん、それは安すぎでしょ？アマゾンでね、めっちゃお得だったよ。友達にも神だねって言われる。なんか重さは別に軽いわけじゃないんだけど、別に私は重くてもやっていける人間だからいいやと思って。ちょっと立ち上がるね。しびれた。
あ、誰もコメントなかった。立ってる間に。あ、来た。はるかちゃん、変人だと思われるからやめなさい。多分思われて何人か。全然違う。え、本当に足が痺れてるんだってば。ちょっと、変えるね、体勢。よいしょ。ごくごくごく。こっちの方が見られる気がする。あ、でも足がすごい痺れてるんだ。足が痺れておる。だけどやっぱ足遅れない。いや、もう遅くないかな。このパン、逆にズボン履いてると遅く見えるよ、人間って。締め付けられるからね。これこれ4回くらいやると1、10、100、1000万、1万ミリアンペアくらい。そうそうそう、そんくらいだった気がする。書いてあった。2万だった気がする。私、シャクさん、お飲みのおもろい。ほんと？ほんとか？おもろいって言われるのは嬉しいね。おもろい以外ないからね、私。これこれ、これから電車乗るの。そうだよ、そうだよ、これから電車。ゆきじ、前みたいに痺れて立てなくなる。そう、今座ってる。だからそろそろ終わるからね。そろそろエンディング。止まってほしいと願う。あとちょっとで終わるよ、皆さん。タピオカ、これじゃあ地元の駅前なのか。うん、地元じゃないよ、地元じゃないよ、全然地元じゃない。さっき言ったやん、初めての場所だから、タクシー乗り場を聞いたって。はるかちゃん、もはや最近のバスの現場みーたんに会うのが目的でも。嘘だー。でもなんかちょっとでも、もしかしたら見てないのかもって思ってくれるの嬉しいよね、やっぱり。はるかちゃん、でもワースターのモチベ、私も下がってるから吸引図行きます。下がってんのモチベ、はるかちゃん。嘘、私めっちゃ上がってるんやけど。上がってるっていうか、安定の高さ。これこれ、あ、忘れてたってこ。そうそうだよ、タクシー乗り場わかるよ、地元だったら。はるかちゃん、下がってます。あれでも、そうなんや。じゃやっぱり、なんていうの、まあ最高潮が超高いってことだよね。だからあれは別に、ま、だってさ、本当にないわけじゃないから。なんて言ったの、難しいね、日本語。シャクさん、じゃあ池袋行く用意するわ。イエーイ、待ってます。はるかちゃん、ライブ行くのはいいかなって思い出した。宮本とかには行くつもりだけど。なんで？ライブの方が良くない？私は逆に宮本に行ったことないもん。私は、やっぱアイドルはライブ見たくて、ライブがないと、なんか接触だけ行ってもって気持ちになっちゃう、いつも。ということで、ここで告知挟みまーす。今日は、池袋ルイード K3 さんで8時からライブがあります。モレボさんとか、コスメティックロボットさんとか、キプリス・モルフォーさん、名前ちょっと怪しいんですけど、はい、フォーマンがありますので、ぜひ皆さん。やばい、お兄ちゃんから LINE 来た、読むね。みんな冷蔵庫にタピオカ入れたから、ミルクティーの、あと知り合いからもらったパンプキンプリン置いとくから、かぼちゃの、じゃあね、またね、だって。嬉しい、お兄ちゃんがタピオカ買ってきてくれた。あとプリンだって、かぼちゃのプリン、私かぼちゃ大好き。嬉しい、めっちゃ嬉しい。受けて、まあ物販以外でメンバー仕掛け、話しかけは基本まずいよね。さっきのおっさんみたい。おっさんおるしる。そうなんだけどね、やっぱ自分のこうチェキ取ってくる人がいないときは自分から話しかけに行くんで、ぜひ。でもなんかチェキ取る人いないから、みーたんは、だから無線で話せるやって思っては欲しくないですね、本当に。それは、はるかちゃん、私はるかちゃんと、私はるかちゃんと
写メ撮ったりしたい。ライブは動画で見れるからいっか。うん、なるほど。なるほどね。ミュウも、でもミュウも3000円ぐらいじゃないの、写メ。あれ？クマちゃん、オイルもそろそろ準備して池袋に向かいましょう。待ってるクマちゃん。嬉しいな。ゴールデンウィークだから来れんかな。よくティータピオカそう。甘いタピオカミルクティーの。なんだっけ。タピオカミルクティー。ドドドドドド。忘れちゃった。だけどね、本当はね。タピオカ嫌いだったけど、君と飲んだら好きになったみたいなね、歌だよね。じゃあそろそろ終わりまーす。スクショするね。おの中に届れたこのトゥトゥトゥカドトゥルルトゥル時間が止まってほしいと願う。リズム音程だけは覚えたよ。ごく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 。はるかちゃん、まあライブと同じくらいお金払って会うことになるけど、そうなんだ、ね、私はライブが好きなんだよね、本当に。ライブでレッスンもらえた時の幸福感とかもね。ということで今日はこれで終わります。この後キュニズ池袋ルイード系3さんで8時からライブがあります。ぜひ来てください。お飲み直し待ってるからね。寂しいから赤推しがいないと、本当に待ってます。明日もライブが上野豊子町さんで夜あるので、ぜひツイッターの方でライブ情報チェックしていただけたら嬉しいなって思います。あとでね、ヨケジありがとう。あとでね、コロコロ、またあとでね、ねコロコロも待ってます。ありがとう。はるかちゃん、じゃあみんなに会いに行くのでライブの感想を私に教えて。おお、うまい、いいねとかいうやつ。私はもうライブだね。ニューも一回行こうと考えたこともあるけど、結局行かなかった。あとでね、くまちゃんもあとで。ということで最後に自己紹介します。自己紹介の後にスクショします。私たちベッドできるアイドル、キュインズパンツ、キュインズの好奇心旺盛南国娘、あっちみなこっちみなおのみな、みーたんことおのみな18歳でした。ありがとうございます。スクショするよ。せーのって言ったらコメント出したい人だけ出してください。お願いします。パンチありがとう。じゃあ行きます。あ、怖い。行きますよ。せーの。やばい、ボタン間違えた。もう一回、もう一回いきます。せーの。今日は少ないね、せーのに反応してくれる人。バイバーイ。あ、1位ツットさんありがとう。2位エビケンありがとう。3位コロコロありがとうございます。バイバーイ。